私何かできるかな。ロータスファームウルイドの今日の立春クワイル式のお餅つきの準備が始まってます。お手伝いのボランティアの人とか利用者の人の方が来て手伝ってくださってます。漬物をね、漬物をわざわざ作って、これをね、なんか水だけ落として、それであとね、まあ運んで始めますから。今やるとね、ほこりもあぶれちゃいますね。いや、もう切っちゃいます。そのまま食べられる、ご丁寧にこんなに、5種類美味しいかどうか分かんないですよ。全く素人。ネギをあれして、ネギは焼きネギで、昨日岩槻で収穫していただいたネギで。ネギは剥いちゃったよな、焼く前。